はい、というわけでね、以前もご紹介したんですけども、まあ焼肉屋さんで寿司、うどん、天ぷらでちゃんぽん麺っていうね、3つの店舗が、並んでるお店なん、そういう場所なんですけども、ドライブインだったそうで、まあなんかそういう雰囲気が残ってたりするのかな。もともとはこの鴨方亭っていうところが、ドライブインであったけども、こういう寿司、うどん、天ぷらのお店になったそうですね。ちょっとね詳しくわからないんですけど、1960年代70年代ですね、それぐらいにドライブインがあって、でそこからこの焼肉屋さんも、まあ、ドライブインの一部的な感じで焼肉屋さんできたんですけど、詳しくは以前の動画で上げてます。で、まあ、その名残なのか、こういう宝くじ売り場がね残ってたりとか、なかなかないですもんね。ないのと、あとトイレがねあります。なかなかこういうトイレもね、ドライブインじゃないとないかなとは思うんですけども、でこのねドライブインというか、この施設がたくさん並んでる中に、こういう稲荷神社も存在してます。もうねこれ昔ながらの感じなんでしょうね、この場所は。もうね駐車スペースはね普通の、軽4とか、普通車とか、まあ、自家用車ですねが止まるスペースだけなんですけど、昔はトラックもね止めることができたとかいう話を聞きました。今はね本当に止めることもできない感じになってますね。まあ、ファミリー向けとかね、そういうのを中心としたお店なのかなと思います。で今日は本当に改めてこの焼肉ハウス鴨方さんにお邪魔しようかなと思います。でこの今日どうなのかわからないですけど、平日なんで時間的にねどうなのかわかんないですけども、ランチやってるので、ランチとなんかホルモンがうまいという視聴者さんのね声を聞きまして、今日は行ってみようかなと思います。まあ、こんな感じで通常メニューが載ってあります。早速入っていきましょう。牛レバー刺し、ちょっと面白いですね。牛レバー刺し、こんな感じです。アルコールもねこんな感じで置いてあります。本日のおすすめ、ですね、ランチ限定です。ランチですよね。3つともお昼限定のランチなんで、お昼の3時まで。あ、わかりました。じゃあですね、スタミナカルビ定食が欲しいんですけど、はいはい、なんかホルモンがすごいおすすめって聞いてお願いします。はい、定食のご飯なんですけど、はい、100円ぐらいするんですが、無料で大盛りに変えるんですよ。大盛りでお願いします。ありがとうございます。以上で。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。おいいですね。結構ね甘くて食べやすいということです。こちらも。焼いていきましょう。牛カルビ、ハラミ、ライス、味噌汁とお漬物が、ついてるのと、このホルモン別で注文しました。でこのサービスキャベツついてます。じゃあちょっと早速いただきましょう。いただきましょうかね。ちょっといただきます。いただきます。あ、柔らかい。うん。うまいですね、これ。柔らかいお肉で、このソースがやっぱりタレがね、醤油だれ、懐かしいの醤油だれです。はい、このねもくもくした煙、これもね昔ながらなのかなって思います。よし、いい感じに焼けてきました。早速いただきます。うまっ。でホルモンをね焼いていこうかなと思います。いい感じにね焼けてきました。カリカリですね。よし、人気のホルモンをいただきます。かなり甘いこの油というか、このホルモン食べやすいですね。口に優しいこのホルモンの食感。ちょっとお味噌汁もいただきます。あ、これも美味しいです。というわけでご飯食べきりました。でおかわりがね1杯無料ということです。あ、すいません。いただきます。あ、プリップリです。全体的にね肉の質がなんかステーキ屋さんのねステーキのように柔らかくて食べやすくて、すごいジューシーですね。そしたらこの横になんか精肉店というかそのなんだろうな、なんかそういう工場が食肉工場みたいなのがあるんで、おそらくこのままスッとシフトしていく感じで肉が運ばれてるのかなということで、本当に新鮮なお肉で、また次回はね新鮮レバー、これもねちゃんと殺菌処理をして、加熱しての、本当に見た目レバ刺しなのかなと思うぐらい昔よくあったね感じだったので、また次回そちらの方をね頼んでみようかなと思います。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。